ほうとうの具が、具だけでこんなに増えてしまいました。あと白菜入れるんだぞ。大丈夫か？野菜大好きなんで大丈夫です。ここに麺を入れます。そろそろ麺も入れなきゃまずいね。そして鶏肉も入れます。合成にしようと思ってます。鶏皮はちょっと別にしました。水洗いしました。水で洗って本当に水気をちゃんと拭き取るんですよね。そんで調理します。鶏皮、立派な皮がいっぱいついてたので、ももの皮と胸の皮、ももの皮とこれ胸の皮、これももの皮、これ薄く切ってた、かぼちゃのスライスと一緒に並べて、オーブンで焼きます。そうするとこれカリカリになるんで、塩コショウして食べるとめっちゃ美味しいです。鶏の脂がかぼちゃに落ちるように、皮はかぼちゃの上に並べます。細切りにして、そうすると鶏の脂がじわっとかぼちゃの方に落ちて、しかも香ばしくなってとっても美味しいおつまみになります。これはかぼちゃと一緒に調理します。鶏皮、ももちゃんはこれから切ってお鍋に投入です。もうご飯の支度をしなきゃいけない。忙しいですよ。頑張るぜ。